ブワディスワフ・オドニツは、ビエル・コポルスカ公。ミエシュコ三世の長男であったポズナン公オドンの、息子で、母は、ハールイチ公やロスラフ・オスモム・イシリの娘ビシスラバ。1206年、オドニツはおじで後見人でもあったポーランド大公、ブワディスワフ三世と紛争状態になった。大公がオドニツの世襲領地である、カリシュ公国を、シロンスク,ク・クゲに譲ろうとしたためである。 ブワディスワフ賛成を失脚させようとするオドニツの行動は、ビエル・コポルスカの一部の貴族とブワディスワフ賛成を図訴していた、グニエズの大司教、ヘンリク・キエトリチュに指示されていたが、結局失敗に終わった。オドニツは、シロンスク公ヘンリク一世の宮廷に亡命し、1207年には、仮シ広告を取り戻して、1217年まで保持していた。 1210年、ボジコバにおいて、オドニツ、ヘンリク一世及び、マゾフシェココンラト一世の3人は、俗人法廷への召喚を免除される特権を含む、1180年に、ウェンチサで、ポーランド教会に与えられた、所特権を再確認している。1218年に、オドニツは、再び広告を追い出され、妻の兄弟である、グダニスクコーシフィエントペウク二世のもとに避難した。 シフィエントペウク二世の援助で、オドニツは、ビエルコ・ポルスカを征服し、1229年には、全域を支配下に収めた。1227年、ゴンサバで開かれたポーランド諸公会議の際、レシェク一世が暗殺され、ヘンリク一世が負傷した事件において、オドニツは影で糸を引いていた。1231年、ヘンリク一世は、ブワリスワフ三世を、 ビエルコポルスカ港に福井させるためオドニツを攻めたが、オドニツはヘンリク一世の軍勢を押し返した。しかし1233年、オドニツがポズナン主教に特権を与えることを約束したことが、ポーランド貴族たちの反乱を招いた。ヘンリク一世はこの機会を利用して、オドニツが死んだ1239年までにビエルコポルスカの一部を獲得した。ウィシチェトナ空は、 ヘンリク一世の死後にその息子ヘンリク二世が征服した。オドニツはポズナンの聖ピョトルパベウ大聖堂に埋葬された。1218、20年にポモジェのグダニスク公ムシチュウ一世の娘ヤドビガと結婚し、マニー人の子女を設けた。プシセミスウ一世、ボレスワフサロマヤググフ公コ,コンラト一世と結婚、エウフェミアオポーレ公、ブワディスワフと結婚。ありがとうございます。